ピアノの件です。私はどうしても時坂さんに弾いてもらいたいと思っています。ダメとか嫌とかではなくて無理といつも言ってます。弾きたくないわけではない、そう私には聞こえるんです。私間違ってますか？でしたらぜひもう一度挑戦してみてもらえませんか？お願いします。はい、一人でも演奏ができる曲です。でしたらどうして様子を見るに日野原さんも理由を知らないんですよね？はい、そうなんです。ただあの条件を出した時のシーシー先輩、とても真剣な表情だったんです。それに私もトッキー先輩のピアノすごく聴いてみたいです。それはそれでいいとしてさ、椎名ちゃんが一途にこだわる理由は気になるよね。元をたどればSSR に持ち込まれた依頼なわけだし。そうよね、最後はいっちゃんが決めることとはいえ、私たちも別の形で力になれるかもしれないものね。時坂さんのピアノが昔聞いたことのある人の演奏によく似ていたから。ずいぶん前の話なので詳しいことは何とも。ただ優しくも力強くて時に繊細な音だったのは鮮明に覚えています。私が聞いたのもそんな感じの演奏だった気がします。あれはやっぱりトッキー先輩でしたか？まさかね。あの男の子のピアノは本当胸にくるものがあったんだよね。なので弾いていたのは時坂さんではないかという話をしました。私と日野原さんが同じものを聞いていたかどうかは分かりませんが。私がピアノを始めたのはあの演奏を聞いたから、あの人がきっかけなんです。全く同じでなくても構いません。始まりをくれた音と一緒に演奏をしたい、そう願っているんです。あ、ごめんなさい、時坂さんにとっては迷惑な話かもしれませんが、私先輩、もしかして。ありがとうございます。その言葉をいただけてほっとしました。本当ありがとうございます。はい、もちろんです。そのお言葉がいただけただけでもとってもありがたいです。どうしても無理な場合はその時は残念ですが。はい、私が一人で演奏します。もちろん時坂さんと一緒なのが理想ですが。そうと決まったらさ、 SSR でも最大限のバックアップしようよ。本来
SSR への依頼なわけだしさ。ねえいっちゃん、大丈夫？本当にいいの？無理はしないでね。依頼も大事だけど、お姉ちゃんはいっちゃんのことも心配だからね。私はもう何も言わないね。北条さんの熱意も伝わってきましたし、何より兄さんが決めたことですからね。私たちはもう見守るしかできません。兄さんのことですから、それほど心配はしていませんけれど。先輩のピアノですか。シーシー先輩が言っていたみたいに、繊細で綺麗な旋律だと思います。さらに要所要所では力強い。何より強弱のつけ方が実はすごく難しいんです。小さな音を小さく弾くのは簡単そうでそうでもないから。トッキー先輩、私たちの声が聞こえてないみたいですね。それだけ集中しているってことです。演奏に対してまっすぐで真剣で、でも眼差しは優しくて。すごく苦しそうな顔をしていました。あの、もしかしてこの曲に何か辛い思い出があったりしますか？それなら別の曲に。そうですか。でも今までより長く演奏できたんですよね。もしかしてシーシー先輩が一緒だからじゃないですか？日野原さん、別にそういうのはあまり関係。それはそうですけど、それは普通に弾ける人のコンディションの話であって、時坂さんのは。シーシー先輩、試しに一緒に弾いてみたらいいんじゃないですか？私と時坂さんが一緒に。大丈夫ですか？それなら大丈夫です。今の曲私もよく知ってますので。一時期毎日のように聴いて自分でも演奏していたんです。好きな曲です。これはこれは運命って感じですね。シーシー先輩、もしかしたら本当にトッキー先輩の演奏を耳にしていたかもしれませんよ。確かめる術はありませんが、可能性はゼロではないですね。